ベッキーの相談室。失礼します、 D 組の犬神です。なんと犬神か。どんな相談があるんだ、真面目な顔して。真面目な顔はいつもです。実は妹の雅のこと。待て待て、犬神の相談相手なら私よりうってつけのやつがいるぞ。は？それは誰ですか。それはこいつだ。私ですにゃ。これはさあ、何でも相談してみろ、神様だぞ。神様ですにゃ。しかし心を開くんですにゃ。ああ、いろんな意味で相談しにくい。一人二役ご苦労。ああ、疲れたもん。ということで、なんかね、容赦ないよこの番組のスタッフ。なんかさ、なんかボリボリこのなんだろう、サオリの半分をさ、食べ残しを食べてたらさ、はい、はい、もう行きます行きますって言われて、口の中残ってるっつうのにも。大丈夫です、全然やれてましたよ。あ、本当にやれてた、よかった。ということで放課後です。このコーナーは放課後のまったりを味わうコーナーなので、うん、好きなことをしてください。お、好きなことしていいのか。はい。そんなこと言われてもな、今さらそんなそんな束縛の中で生活していたこの俺が、はい、自由にしてろって。そうですよ、自由を手に入れましたよ。マジで。はい。何しようか。何しますか。モンスターハンターピ、あのポータブルの続きやっていい。ちょっとレオリウスを倒さなきゃいけないんだけど。私全然ね、あのでっかい鳥が倒せないんですよ。イアンクック。そう。ちょっと倒そうか、じゃあ今から。あ、じゃあ今から倒しますか。なわけいいかね。別にいいよみたいな空気になっちゃったからよくありませんね。はい、ですね、あ、そうそう、うん、さっき、はいはい、結構前に触れましたけど、うんうん、あの石毛沢さんがゲストで初回のそのお風呂に入っても、はい、なんかこう全然ピンとこないよっていう話ですよ。ああ、それをね、うん、じゃあどうすればいいんだろうって、その悩みを沢さんにが言われたから、うんうん、私がね、うん、あの進路相談じゃない、いや相談室で、うん、なんか寝屋さんになればいいじゃないって。だからどうやってなんだよ、なってみろよ。なんでそこですげえ決めんだよ。なれるもんならなってみろよ。私だってなれるもんならなりたいってんだよ。そうだよな。そうなんですよね。寝屋さんはさ、すっげえ可愛いんだぜ、みんな知ってる、知ってるよな。え、なんか最近あったんでしょ。あった。どうでした。可愛かったぜ。寝屋さんがいて、はい、カエルがいたんだよ。カエルって渡辺久美子さんのことですか。あ、そうやって言うんだ。うわー、もう怒られろ、怒られろ、もう怒られる。そう、グーさんがいたの。はい、グーさんが、まあ、僕は一方的に懐いてるんですけど、はい、グーさんには大好きなのね、二人とも。もちろん、はい、ネアさんもですけど、まあでもネアさんに対する好きとグーさんに対する好きはもう全然別物なんですけど、はい、そうで、ネアさんとグーさんが並んでて、あ、神はなんとかだよなって言われて、あ、そうですねって言われて、で、ねやさんは、なんとかでしょって、あ、そうですよねって言ったら、なんでお前そんな態度違うんだって、怒られた、今週。うん、すでに怒られてた、俺そこで。ね、お前なんだその態度の違いはって言われて。まあでもねやさんね、クーさんとねやさんって同い年なんですよね、実、うん、はね。ね。そうそうそう、まあ二人ともさ、若いっつうかさ、若いなあ、恐ろしいほどに恐ろしいよね。なんか多分すごい最先端のなんか技術で何かをしてるんじゃないかっていうぐらい、なんかされてるに違いないよ本当に。まあ寝屋さんはね、すっごい努力してるのは分かってんの。はい、はい、あの人は自分の体鍛えるのすごい。でもクーさんもそうですよ。あ、そうなの。そうですよ、クーさんジム行ったりとかしてるし。あ、行ってるんだ。そう、なんかね、すごい長い時間マッサージしてるって言ってたもん。マッサージは自分でそれされてるわけでしょ。塩でなんかこう揉んだりとかしてるって言ってました。自分でしてんのかな。自分でしてるって言ってましたよ。あ、でもね、確かにね、クーさんはキングオブ美脚ですよ。そう、ほんと足綺麗なの。そうなの。びっくりするぜ。そう、アフレコスタジオも当然さ、だいたいこう僕らはそのマイクに立ってる人に対して、あの後ろにいるわけ。そうそう、後ろ姿を見てる。そう、後ろ姿を見てるじゃん。で、こうぼーっとこう見てて、あ、なんこのすげえ足が綺麗な人いんな、これ誰だろうと思って、こうだんだんこうパンアップですよ。はい、上にね、パンアップしていくと、あ、グーさんか。なんで。ちょっとがっかりみたいな。なんですか。いや、でもグーさん大好きです。私も大好きですよ。そうそう、そう、でもね、びっくりするよ、ほんと足綺麗。あの人がほら、NHK 教育の番組に出てたことあったじゃないですか、はい、顔出しでね、はい、ブラックオドレーヌですよ。見て、ちょっとぜひ見てって言って、見たのね、うん、したらさ、こうおっぱい三角になってボーンみたいなさ格好してさ、そうそうそう、とんがったおっぱいした格好してさ、はい、出てたじゃない、はい、全然普通にさ綺麗に映ってんのね。そうですよ、そうです、何映ってるとか。でさ、いや、クーさん全然いいっすよ。そう、全然綺麗ですよって。全然もう、ほんと足とかも、ほんとやっぱ綺麗ですねって言ったら、うん、え？
って言われて、うん、なんかもっと私はもっと口汚く罵られるかと思ったって、それを期待してたんだってふーさんは。なんか僕に口汚く罵られたいみたい、わかんないけど。そうなんですか。うん、もっとなんか口汚く罵ってくれるかと思ったのにって言われて、普通に褒めちゃった。なんか損したと思った。罵ればよかったって。罵ればよかったと思って。あ、ちょっと待って、メール忘れてた。メール忘れてた。メールが来てます。なんか今日グダグダですよ。入り口はすごい良かったってたじゃん。そうですよ、入り口すごいちゃんとしてたんですよ。え、だっていつもグダグダなんでしょ。いつもしっかりしてる。しっかりしてる。しっかりしてますよ。こちらマリマリエム強敵と書いてトモトモさんからです。神谷さんに質問なんですが、はい、第3回放送のゲストさんの相談コーナーで、うん、千代さんと石毛さんが、はい、神谷さんをギャフンと言わせるにはどうすればいいかと画策中、うん、スケスケの布や紐を体にまとって脳殺という案が出ました。え、嘘嘘って私が喋ったのかな。そこでもし千葉さんや沢さんが、うん、スケスケの布や紐などの露出衣装を着ていた時には何と声をかけますか。やはりかわいそうな子だななどと軽くあしらいますか。それとも鼻血を出して焦点ですか。ぜひ教えてください。あ、焦点ですか。焦点でちゃう。焦点じゃん、お題が出ちゃうんだ。長寿番組です。ぜひ教えてください。お願いしますってことです。え、何、千葉と沢さん、石毛が、そう、紐みたいな服。紐かスケスケです。紐かスケスケか。うわ、風邪ひいちゃうぞ。ちょっとね、うん、本当にいい加減にしてほしい。でもそれでうひゃーたまんねえお前らすげえなーって言って、おっぱいおっぱいうひょーってなったらそれはそれで引くだろ。引きますね。だろ。そうか、うん、でもね、きっとね、大多数の人がね、斉藤さん病気ですかって言う気がするんです。いや、でもそういうなんか愛すべきキャラだよな。それはそれで僕は素敵だと思うよ。いや、だってそれでチワが、うん、それね、その服をまとっている服を脱いでね、はい、おっぱいすっごいおっぱいしてたら、うん、みんなうわお前なんだそれってなるぜ、きっと。ないことがいいみたいなことですか。うん、ある意味な。なんかさ、ん、私そんなに言ってないのに、うん、見たこともないくせに私が胸がないっていうことを兄様はなんか人に言いました。言ってねえよ。あ、いや、言ったかもしれない。言ったから、あいつ父なし病だからさ、病気だからごめんなって。気にしない方がいいよって言われたんです。あいつちょっと病気だからごめんなって、おっぱいないのはしょうがないんだよって。しょうがないんですよ、うん、そうなんですよ、遺伝的なものですよ。遺伝的なものだからな。あ、タカ子もないの。先天性ですよ。タカ子もしょうがないのか。タカ子もないです。タカ子ってうちのママなんですけど。だからしょうがないの。タカ子も聞いてるかもしんないだろこの放送。綺麗綺麗。わー、ちゃんとしないんだから。いや、でも僕は、はい、さあちゃんもちはものすごい大好きなのね、はい、それは、はい、でも別にさ、おっぱいがあろうがなかろうが関係ないですよ、はい。チワもそのままのチワが好きだし、サーちゃんもそのままのサーちゃんが好きなわけですよ。別にそんなこと言われても嬉しくねえよ。そんなスケスケの衣装を着たところでね、うん、そういう対象として急にどっちかっていうと逆に悲しい気持ちになるわけですね。そういう気に急になれるかさ、なれるわけないじゃないですか。まあそうですよね、はい、なったところでじゃあさようならですもんね。そうですよ、そうですよ、うん、そうなんですよ、そういうもんなんですよ、人間関係っていうのは。そうですよ、まあなんかね、うんうん、そうです、はいはい。じゃあ悲しい気持ちになったところで。悲しくないだろ。それだけ大切にしてるってことじゃないか。別に大切にされてなくない。え、大切にされてるんですか。してるしてる、俺的にはしてるつもり。そうなんですか。うん、優しくしてるじゃん。うん、はい、ということでそろそろお家に帰りましょう。あ、帰るのか。そっか、帰るよじゃあ。うん。